こんにちは、八尾純一です。今年の初め CIA が極秘文書を1200万件も公開というニュースを見ましたが、しかし中身がよく分からず、八尾さんはご存知かと思って聞きます。一体何の目的で今これだけの情報を公開したのでしょうか。まあ、CIA に限らず今世界中でいろんな情報が公開され続けているので、まあ、CIA もその一環としてやらなきゃいけないのかなと思ったんでしょうけれども、大体が前からこれ公開してあるものなんですよね。で、まあ、その中でも一番面白かったのはロシアに関する UFO 情報がかなり入ってまして、それらについて詳しいことはメルマガの、僕のですね書き下ろしの小説に詳しく書いてありますので、ぜひその小説の方を見てください。そうするとよくわかると思います。まあ、あまり見もしないでごちゃごちゃ言ってもダメですよ、ね、ちゃんとそういうところにも目を配ってみてください。その小説の中に最近の、UFO 情報っていうのは全部入ってますので、よろしくお願いします。次の質問は